大韓民国保健福祉部発行のイエローカードイエローカードは予防接種の国際証明書である。国際保険規則に基づき発行されるもので、特定の国では入国権益の一環で提示を要求される。1980年以降は大熱のみが対象であるが、以前はこれらや天然痘についても対象となっていた。また国によっては、 その他の疾患に対する予防接種の接種証明を兼ねた冊子を発行している場合もある。国際保健規則の第31条1項において原則的に予防接種を入国の条件として要求すべきでないとしており、その例外の中に付録第6と第7に則っ,ってすべての旅行者に対して要求する場合が認められている。また、第36条2項では、 付録第6と第7に準拠して交付された、証明書を持つ旅行者は、そこに記載された疾病の流行地域から来た場合でも、その疾病を理由に入国を拒否されてはならないと、している。対象疾病と運用基準については、同規則の付録第7に規定されているほか、風の勧告に基づく場合には、その他の疾病もこれに準拠した運用が可能である。かつては、これら、天然痘、 王熱の三つが対象であったが、1980年以降は王熱のみとなっている。夫が王熱の伝染リスクが存在すると定めた地域を通過する旅行者は、入国の条件として予防接種を要求されることがある。また国内に王熱の媒介者が存在する国は、夫が王熱の伝染リスクが存在すると定めた地域から到着し、 有効なイエローカードを提示できない旅行者を潜伏期間である6日間、またはイエローカードが発行するまでのいずれか短い期間、隔離検疫することができる。証明書は接種日の10日後から接種者の生涯にわたって有効である。従来は有効期間が10年間とされ以降は再接種が必要であったが、 2016年7月11日以降は、証明書の記載によらず障害有効となった。なお使用するワクチンは風によって承認されているもので、なければならない。これらは1973年の規則改定によって、対象から外れている。天然等は1980年5月8日の根絶宣言の際に予防接種を原則廃止し、 証明書の運用も中止することとされた。1981年の規則改定によって規則の文面からも外れている。証明書の書式は国際保険規則の付録第6に規定されている。記載事項は対象者の氏名、青年月日、性別、国籍、署名と対象となる疾病、そして予防接種の日付、監督医の署名と地位、 ワクチンの製造者と製造番号、証明書の有効期間などである。これらは英語、またはフランス語で記入しなければならないが、さらにその他の言語でも記入することは許されている。子供に対しても個別に証明書が必要であり、署名できない場合には保護者が代理で署名する。予防接種の実施を監督する医師が辞書しなければ、無効であり、また、 実施期間の行員が押されていなければ無効である。色に関する規定はないので、発行期間次第で白色のイエローカードも存在しうる。日本で発行されるイエローカードは、検益法施行規則様式第6の一に規定されている。大きさは、おおよそ A6 で、表面に記載事項の記入欄、裏面に国際保険規則に規定された注意書きがあり、 全てについて日本語と英語が並み記されている。ありがとうございます。